こんにちは、文傑と申します。皆さんは雨傑さんという YouTuber をご存知でしょうか？そうですね、最近映画化された変な家を著作されたホラー作家の方ですね。今回はその方をオマージュした察しの悪い雨傑からの、さらにオマージュを受けたこちらの変な家シミュレーターというゲームをやっていこうと思います。はい、こんにちは、ハキオレイブです。それでは、先ほど説明したように、なんかね、まあ、さっきもちらっと言ったけど、そう、雨傑さんを、パロディにした、察しの悪い雨傑という動画の、さらにその、パロディ、オマージュした、今回ゲームでございますね。どういったゲームなんでしょうか？ちょっとまず やってみると何とも言えませんね。よっしゃ、行きましょう。こんにちは。私はウゲツと申します。ウゲツさんね。これはある家の間取りを作るレムです。あ、間取り作るんだ。あなたにはこの家の異常さを作れますか？作るのね、私が作るのね、異常な家を。おそらく一転しただけではデーマルールがよくわからないでしょう。ところどころ音声がちょっとバグって怖い。しかし左の部屋をドラッグ&ドロップし、あ、はい、家のそこかしこに配置することで、はいはい、変な家ができていることに気づくはずです。確かにちょっとなんかところどころパーツ足りなくね。移動中にミリクリックで回転させ、はい、やがて一つの面白くシンプルなゲームルールに結びつくのです。おお、なるほど。もう一度ご覧ください。はい、あなたにはこの家の異常さを作れますか？なんかところどころ足んねえ気がすんだよな。あ、もうこれできるの？あ、オッケーオッケー。じゃあ、まず玄関から行きましょうか。で、右クリックでこれ、あ、なるほどね。はいはい。ちょっとこういうの面白いね。ま、じゃあ玄関ここら辺にしといて。あ、なんか増えた。待って、そこ、こっちが入り口なの？俺こっちだと思った。ちょっと待って。こうしてた？あ、なるほどね。あ、横側がもうそういう感じなんだ。縦中じゃないんだね。ホールじゃここら辺にして。あ、どんどん増えてる。玄関こうだったら車庫、ガレージをこっち側にするしたらいいんじゃない？あー、ほらなんかそれっぽい。いいね、いいね。車庫こう、車庫の入り口なくない？車庫の入り口なくないね。で、玄関ホールがあって、まあ、リビングここにします。あー、すごい。ほら、なんかそれっぽい。それっぽいよ。それっぽいな、これ。で、台所を、じゃあ、リビング隣接するように、こういう形にしましょうか。え？待って！なんだこれ？え？これ多分ソファーかなんかだよね。え？待って。どうぞこれ。ああ！テーマだ！設計士の栗浜です。栗浜さん！栗浜さん！私の説明にはなってしまうのですが、送っていただいた間取りを見て、栗浜さん、変なスペースを赤く塗って指摘させていただきます。え、前の階の変なスペースとつながっていたらボーナスです。ボーナス、何ボーナスって。またこれ以降に部屋が置かれていない場所は外壁ということになってしまい、この空間何、この空間何、このリビングの空間何、よろしくお願いします。栗浜さん、はい、あー、終わった。今の完成ってこと？この間取り、違う、何か変、窓ないね。窓ない、確かに。おい、栗浜変な家、栗浜窓ねえぞ、栗浜窓ねえって。ここにで、そもそも窓ねえ。どこがおかしいんだろう。もうよくわかんない。窓ないね。窓ないって、栗浜。ここにデッドスペースが。じゃあ寝室に置いて。寝室がここにあって。あ、実はリアルタイムで、この間取り何か変。ここにトイレ置きますか？トイレはここで。え、こうした方がいい？あ、この方がいいね。そしてこの空間なんだ。廊下こうして。普通だな。普通です、ありがとうございます。普通です。がここにあって、廊下にあって、これ2階なんだよね。どこが変なのかな。洋室が変なのかな。洋室なんで立ちこりあんだろう。え、待って、わかんない。変な家
だな。あ、寝室も一個疲れる。まだないね。あ、さすがすごいか。ダイニングもうよくわかんない。ダイニングはここで。もうめちゃくちゃだ。もうめちゃくちゃ。パーツがちょっとところどころ足りねえんだよ。この間取り、何か変。あ、なんか踊り出した。ちょっとここにある。ウキさん踊り出したぞ。階段じゃここに置くか。ここにデッドスペースが。この上。階段が変なのかな。廊下ここにあるでしょ。廊下。廊下つなげよう。あれ。この空間廊下、廊下と繋がってて、廊下繋がってて、廊下繋がってない、廊下長い、廊下が長いぞ。廊下がここにあって、もうめちゃくちゃだ、なんだこれ。あ、この方がいいか。変な絵。いや、もうわかんねえ。どっからこれ入るんだ、この廊下。この廊下どっから入るの、これ。この間取り、何か変。トイレが繋がった。トイレが繋がった。あ、じゃあ、あの寝室のすぐそこにシャワー室の横に。もうめちゃくちゃだ、なんだこれ。栗浜さん助けて。この空間が必要だったということです。どういうこと。栗浜さんちゃんと説明して。栗浜ちゃんと説明しろ。まだないね。栗浜まだ同じから、ね、子供部屋来た。子供部屋、じゃあ子供部屋はあの原作に沿って真ん中置きます。真ん中、子供部屋がここにあって、廊下はここか。階段ここにつけるか。階段の横に。あ、こうして、待てよ。どこが変なのかな。あ、でも階段こだってるんですか。階段変な絵だな。廊下ここにで。ダンスが気になる。ダンスが気になる。なんだそのダンスは。なんだそのダンス。物置が変なのかな。脱衣所。まだないね。脱衣所。子供部屋すぐそこに脱衣所置いて。脱衣所はここか。シャワーがない。なんか出てきた。この空間。タイマーを育てる部屋できた。普通だな。せっかくつけてみるか。どこがおかしいんだろう。やばいって、子供部屋すぐ隣。タイマーを育てる部屋が変なのかな。明らかに変だろ。やばいこれ。あれ、この空間。廊下はここで。廊下が変なのかな。あのさ、ちょっと何これ。どこがおかしいんだろう。ちょっと、もう助けて。栗浜さん助けて。普通に魔界である可能性があります。魔界以前何かだよ。栗浜ちゃんとコメントしろ。さあ、ちょっと、ここにデッドスペースが。浴室あった。廊下はここで。待って、廊下ここの、この間取り、このエッチな部屋を置いて、セックしないと出られない部屋が変なのかな。明らかに変だろ。何だよ。なんか出てきたぞ。あれ、この空間。もう察しが悪い、以前の問題だね。この間取り、やっぱ浴室。何か変。なんか出てきた、人間ぶっ殺すぞ。変なのかな。出てきた。じゃあトイレ入れて。トイレの横に。こうして。廊下がここにあって。収納スペース。収納の横に。もう突っ込むがちょっと疲れてきた。廊下がここにあって。廊下のところに収納置いて。収納が変なのかな。で、あのなんかちょっとプレイ対応できるようにトイレ置いて。ここにデッドスペースが。こうか。トイレはここか。オッケー。で、トイレもう一個つけるか。まだないね。もうわけわかんねえ。トイレ。なんか出てきた。もうエッチな店じゃんこれ、完全に。これはあくまで私の妄想ですけど。はい。だからなんなんだよ。クリアもちゃんと回答しろ。普通だな。普通ではない。ほら、もう置けねえじゃんこれ。あれ、この空間。めちゃくちゃだこれ。死体隠しルームの横に。違うな。ここにデッドスペースが。置けないね。変な絵だな。タイマーを育てる部屋が変なのかな。はい。普通に魔界である可能性があります。魔界で何かだよ。あ、やばいね、これだんだんこれ埋まってくのか。
ワー室。シャワー室がここにあるよ。俺生まれたんだよこれ。ここからは私の推理にはなってしまうのですが、ちゃんと答えろ栗浜は。もうこれ置けないよね。どこが変なのかな。あ、もう人間ぶっ殺そうも置けない。どこがおかしいだろ。まさかのこれパズルゲームだと思わなかったな。寝室はここか。あ、もう置けないね。収納の横に普通に魔界である可能性があります。もうめちゃくちゃだ。あー、もう置けないや、これ。教室はここで。はい。意図して作られた空間なんじゃないでしょうか。もうでしょうね、洋室に関しては。あ、もうダメだ。送っていただいた間取りですが、はい、やはりかなり変でした。でしょうね。私ならこの家買いませんね。誰も買わねえよ。ですか、栗浜さん、ありがとうございました。ちゃんとコメントしろよ栗浜。では失礼します。失礼します。それと、はい、画面の前のあなたもプレイありがとうございました。いや、ツッコミどころ多いな。これでこの変なゲームはおしまいです。これスコアです。あ、それスコアなんだ。どうでしたでしょうか。この家の謎はわかりましたでしょうか。このゲーム謎すぎるんだよ。真相はあなたの胸の中で。でしょうね。それでは失礼します。ありがとうございました。なんかツッコミどころ多いな。なんだこれ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ベルマークにツイッター、もちろん押してくれるよな。え、押さないって。じゃあ今からお饅頭行くから。